皆さん、こんにちは。バケットバンケットビスチャンネルのビスさんです。今日は皆様にご報告があり、動画を作らせていただきます。まず何があったのか、そしてそれに関して皆さんに謝りたいこと、そして今後の、動画活動についてお知らせをさせていただきたいと思いますので、よかったらお付き合いください。まず何があったのか、もう単純に僕の本当とどうしようもないミスなんですが、誤って自らの手で僕の動画、今まで上げていた動画を約十数本削除してしまいました。そして調べたところによると、その動画たちはどうやっても復元が不可能だということです。昨年の8月から始めて最新分の十数本を消してしまったので、キングヌードラムの石油様ご本人に取り上げていただいた動画ですとか、その他にも僕の今の規模にしてはすごく再生数が伸びた動画たちもほぼすべて削除してしまい、復元が不可という結果になってしまいました。チャンネルをこれから伸ばしたいと思っている僕にとっては大変手痛いミスを犯してしまいました。なぜそんなミスをしたのかというと、一応ご説明をいたします。このミスに気づいた、発覚したのはついさっきの出来事でして、その前に今日ちょうど新しい動画を今撮っていたんですね。で、それを撮り終えて、アップロードしている作業の中で動画が減っていること、そして自分が削除してしまったことに気づいたわけなんですね。で、なぜそんなことをしたのかというと、まあ今振り返ってみるとそれしか心当たりがないんですが、僕がいつも動画をアップロードする際に本ちゃんの動画とは別にテスト用の動画を上げることがあるんですね。無事にアップロードできるかを試す用の動画をアップロードすることがあって、そのテスト動画が重なってくると管理用のページの一覧の中にちょっと邪魔になってくるんですね。その動画は公開することはないんで、テスト用の動画一件を削除しているつもりだったんですが、どうやらその管理ページのチェックを入れる部分の上の方にその一列丸ごとチェックをつける項目があるんですね。おそらく僕が思うに一個だけつけているつもりが、おそらくそのページ分すべてにチェックをつける、チェックを入れたまま削除まで完遂させてしまったと。で、僕も今めちゃくちゃ焦ったんで、どうにか復元できないかといろいろ調べたんですが、やはり復元は不可ということで、本当にどうしようもないことをしてしまいました。これがまず一つ目です。そして二つ目、皆さんに謝りたいこと。これに関してはですね、再生回数というね、一つの YouTuber にとってのステータス、僕はこれから頑張りたいと思っていたので、一番伸びていた動画、もうすぐ100万再生もいけるんじゃないかな、僕にとって初めての100万再生もいけるんじゃないかな、ということもあったので、それを失ってしまったことがまずものすごく悲しいですが、まあそれよりも何よりも、皆さんにたくさんいただいていた高評価、そして数々の応援のコメント、これも動画とともにすべてなくなってしまいました。本当にそれを励みに頑張ってきたので、本当に、僕のただのうっかりのミスで、それも消してしまい、本当にごめんなさい。いろんな励ましのコメントや、数が伸びるにつれて、僕が返しきれなかった質問とか、リクエストとかも、その中には含まれていました。なので、それも消してしまって本当に申し訳なく思っているし、
古い動画でもいろんなコメントをすべてチェックして、あるいは今までのものも見返して、で、皆さんのコメント自体にも、いいねがね、たくさんついていたので、それも消してしまって、僕の思いの詰まった動画、まあもちろんのことなんですが、皆さんのコメントや評価にも、皆さんの思いが詰まっていたと思いますので、それを削除してしまったことも本当に申し訳なく思っています。本当にごめんなさい。本当にすみませんでした。そして、三つ目です。今後なんですが、本当に自分のミスにどうしようもなさすぎるミスに、とてつもなくうんざりして、おりますが、かねてから申し上げている通り、僕は YouTuber として、まだまだこれから上を目指していきたいと思っていることには変わりはありません。こんなどうしようもない僕でございますけれども、どうにか引き続き応援していただけたら嬉しいです。そしてですね、もう一つ皆様にお願いがあって、不幸中の幸いと言いますか、動画の元データ自体は今までのものは全て取ってあるので、再アップロードは可能でございます。なので、少しずつ、再び、もう内容は全く同じものになってしまうんですが、まあ、タイトルにも、再アップと表記をした上で、今までの誤って消してしまった動画に関しては、再びアップロードさせていただきますので、同じ内容かいって思われちゃうかもしれないんですけど、まあ、これから新しく見ていただく皆さんにももちろん新しく見ていただきたいし、あの動画もう一回見たいのにっていう方は、ぜひ見ていただけたら嬉しいですし、またね、しょうがないなぁと、また、懲りずにコメントをしていただけたら、嬉しいです。まあ、この僕の今日の動画は何か演奏しているわけでもないし、アーティストの方の力を借りてるわけでもないので、多分、多くの方には見ていただけない、いつもよりも再生数も伸びないとは思うんですけれども、その中でも僕にはあまりある、僕の実力以上の数字が今2万人というね、チャンネル登録者数の皆様がいますので、その方々にはどうか見ていただいて、本当に申し訳ないという気持ちと、再アップロードもしていくし、今後ももちろん新しい動画もどんどん上げていくので、引き続き応援よろしくお願いしますという、この思いはどうにか受け取ってもらえたらなと思い、すぐ動画を作りました。こんな僕ですが、引き続きよろしくお願いします。本当に申し訳ありませんでした。これからも新しく動画頑張って楽しい動画、ウキウキするリズムの動画をお届けしていきたいと思います。またお会いしましょう。ありがとうございました。